こんにちは。隠居5年目速稼塾の久保でございます。先日ね、麻生財務大臣はじめ財務省から、例の特別定額給付金は効果がなかった。まあだからもう出さないんだみたいなことを匂わせるね。そんな、発表があったんですけども、その後、その声を押してですね、国民経済白書、こちらの方の20年度版では、やっぱ効果はあったんだというね、そういうふうな、まあ内閣府からの強い意見もありました。ということでね、やっぱりどちらが、より言論が強いのかと言いますと、やっぱり内閣府でしょうね。まあですので財務省の声を押して内閣府はこれは効果があったんだというふうに言ってくださったのかなと思います。でですね、11月の5日、6日にわたって、自民党の長島昭久議員がですね、まあ、年内に5万円を出したらどうかということを再度提案してくださいました。さらにこの長島委員は、翌年にも、さらにね、特別定額金を追加して、まあ、さらにですね、もうこの流れでベーシックインカムを導入してみたらどうかと、この感染症騒動が収まるまでずっとね、給付を続けたらどうかというね、声も出しているそうなんで、そちらの方の記事をちょっと一緒に見ていきましょう。ではですね、いつも通り画面を切り替えていきます。こちらヤフーの記事なんですけども、年内に定額給付金5万円で疲弊した生活を救うということで、自民党の長島委員が、こういうふうにね、発表してくださってます。記事をちょっと読みますけども、こちらの方ですよね。自民党の有志で、国民一人当たり5万円の定額給付金を追加支給するべきだとする提言をまとめたことについて、一律に配ることには批判もあるが、低所得者など、所得制限などをすると手続きに時間もコストもかかってしまうと。迅速さを優先したいというふうにお話してますよね。まあこの5万円の裏付けは前回国民一律10万円を配った時に13兆円かかったんで、その半分だったらまだ残ってる予備費から閣議決定だけで迅速にまあ配布することができるんではないかなということで書かれてますよね。とてもいいですよね。この5万円年内支給っていうのが時間的にも予算的にももうできるんで、これを早くやってほしいですよね。で、この最後に書いてます。来年の経済が見通せない中で、額の明記は見送ったが、支給の必要性は一致したと語った。支給の必要性では一致してるってことですよね。なかなかいいじゃないですか。で、次の記事を読んでみます。もう一回長島議員が出てきてますけども、元副防衛省、そういう要職に就かれてたんですね。まあ発言力もかなり大きいんじゃないかなと思わせます。年内に定額給付金5万円で疲弊した生活を救うって書いてますよね。大体書いてる内容は一緒なんですけども、すぐにできることを優先ということでね、これは本当その通りですよね。今か今かと私の動画をご覧になってる方も、早く出してくれよって形で待ってると思いますしね。中にはね、私がね、もう、やきもきさしてるんじゃないかなというふうに考えて、まあ、久保さん早く出してくださいって私にお願いしてくる方もいるんですけども、私もね、できるんだったら、権力があったらすぐに出してるんですけどもね、5万円と言わず10万でも20万でも。さあ、それでですね、5万円とは別に追加支給もっていうことが書かれてます。提言では予備費を5万円とは別に、3次補正予算で定額給付金の支給の継続を求めたと。このため一時5万円に10万円を加え合計15万の支給を提言したと思われ波紋を呼んだ。これ、そういうことがありましたね。私もね、これ15万で出てくるのかなと思った時があります。実際には提言には金額が盛り込んでいないが、議論の中では5万とは別に10万の支給が必要だという意見が出ていたことは確かだということですね。で、私たちのね、国民の声ですけども、例のね、官邸へのメールとか、事務局への電話っていうのを通じて、まあ、20万出せ、30万出せ、こういうふうな話も通じてると思います。まあ、中でもね、やっぱりこう、いろいろと予算がありますんで、5万になるのか10万になるのかってところですけども、最後ですよね。コロナを克服するまでの期間限定でベーシックインカムを導入したどうかという議論も出ていたということで、今までね、ベーシックインカムっていうのは、いわゆる都市伝説とかね、ちょっとこれ切りましょうか。ね、一部の方の間でしか語られていなかったんですけども、こういうふうにね、正々堂々と、衆議院、参議院、そして国会の中でもベーシックインカムってキーワードが出たりとかね、竹中平蔵さんのベーシックインカムにはいろいろと賛否あるんですけども、でもああいうところからね、ベーシックインカムって言葉が出て、非常に話題にしやすくなったのは時代が変わってきたのかなと思います。またね、今回のどさくさと言いますかね、混乱の中で、いろんな制度を変えていかざるを得ないところは結構多いと思うんですよ。ね、例えば新しい生活様式って言われてましたよね。だから以前の暮らしに戻ることを一生懸命やるんではなくて、もうこれからはね、不連続への挑戦といいますか、今までの暮らしとは全く違った国民生活とか国家ってものを構築する必要がある。その時に、
やっぱりね、天動説から地上説ではないんですけども、今までの経済理論、財政理論から、まあ MMT などのね、新しい財政理論に、やっぱり私たちはたどり着かなくてはならないのかなと思うんですよ。もちろん既得権益ですとか、今までのね、慣習、それから御用学者さんの抵抗はあるでしょう。なぜなら今まで、ずっとね、信じてきたことが違うってことを認めるのは誰しも怖いわけですから。まあですんで天動説から地動説へなんですけどもね。でもこういうことも少しずつね、私たちが声を上げることによって変わってくると思います。まずはね、特別定額給付金の5万円の年内支給を強く要求して、それを実現させていきましょう。そしてその実現の暁には、第3次補正予算、来年のね、また一括支給、10万円なり20万円なりを要求して、その流れでベーシックインカムをやっぱり強く要求していけばいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ私はね、国民の声っていうのは必ず反映されると思うんですよ。ただ国民の声が少なければ反映されません。なぜなら国民の声が上がってないってことが反映されちゃうからなんですよ。まあですので一人でも多くの方が官邸にメールを出したりとかね、自分の暮らしの本当にね、苦しいところを、菅総理の事務所ですとか、麻生財務大臣の事務所ですとかね、あと西村経済担当大臣の事務所とかにどんどん連絡していただくと。まあ、クレームももちろん大事なんですけども、そうではなくてどうしてほしいのかってことですね。あいつを辞めさせろとか、こう、あいつはどうだとか攻撃をするんではなくて、ぜひね、国民をどうしてくれるんですかってことを問いかけていくことが大事なんではないかなと思いますけどね。まあ、今回ね、単なる記事なんで、これが決まったってことはないですけども、まあ、一定のレベルで、これは、実現に向かってるんではないかなと私は思いますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それではね、麻生財務大臣もいろいろと考えてらっしゃるみたいですけども、まあ、あまり怒りの矛先を向けずに、どうやったらいいのかってことをね、一緒に考えていければいいかなと思っております。じゃあ、本日は以上です。